2021年10月26日、実は通院帰りの暇つぶしにドライブです。目的地は福井ダム周辺と伊座利地区です。スタートは津波見町にあるファミリーマートからです。国道195号を使って静止しますが、途中、徳島県道284号が走りたかったので、福井ダム方面へ向かいます。次に、日和佐道路を使って由岐インターチェンジまで、そこから県道26号を走破したくなったので、伊座利地区へ向かいます。ゴールはスーパーセブン、津波ね店です。予想外に、県道26号で、ランプカーと遭遇です。タイミング悪いと交わせないですね。なお、今回は、パート1はファミリーマートから、福井ダム周辺まで、パート2は、福井ダム周辺から、伊座利地区まで、パート3は、伊座利地区から、スーパーセブン津波ね店までとします。今回は、由岐町まで道はいいですが、由岐町から伊座利地区までは、ひどい道ではないですが、相互対抗できない車幅です。初心者時代には、ええ練習になるコースやね。ただし、今回だけは、ランプカーがよく走ってた。これがタイミング悪いと、最悪やわって言うで。
Thank you.
イカ釣りの聖地、伊座利へようこそ。海綺麗だし、なんか食べ物屋もあるし、意外とおすすめの漁師町ですよ。